本日はですね、神奈川県海老名市にある洗車の国にそこに来ました。今日はね、梅雨明けということでしっかりやってみようと思います。まずは600円、水でさっとすすぎます。こんな感じですよ、車高ね。このね、タイハウスの中もね、すごい綺麗にしたかったんでね、今日はね、車高全開に上げて洗ってみようと思います。さあ、後ろもこんな感じ。このタイハウスのこの部分、ここはね、カーペットみたいなね、素材でできてるんですよ。ポケットみたいな、ここすごいゴミがね、付着していたんで綺麗に洗いたいなと思って。じゃーん、今日はね、いつも使ってるこのストーラーのコーティングシャンプーは使いません。今日はこのおなじみシュアラスターの1000をね、使ってみようと思います。まあ、こっちの方がちょっと安いシャンプーだしね、コーティングする必要ないんで、その後剥がしちゃうんで、結局ね、こっちを使います。もうシャンプー作ってあるから。シャンプーをつけてね、でホイールは上の方からこうやってシャンプーをつけながら洗ってます。どうしてもね、砂とかホコリとかがねついてると思うんでね、目に見えなくてももう流しながらやっていきます。上から流して下に砂とかが溜まってるのに、また下から上にこうやって回したりとかするのよくないじゃない。ちょっとね、微妙にこうやって上げちゃうのはいいと思うんだけど、洗ってるわけだから、もう一周回したりとかね、あんまりしないようにしちゃいます。気持ちいいんだよ、また一周してうわっせーみたいな。だけどそれをねやってると、細かい傷がゆっくりついていくとするじゃん、何度も洗車して。そうすると気づいたらね、半年とか1年とかでホイールのね色が変わっちゃうんですよね。またその傷とかをねどうにか埋めないと、元の輝きとかで戻んなくなっちゃうんで、まあそこまでね言うほど神経質にやってないんだけど、必殺のアイテムね、なんと100円ですよね、ワンバックス、こいつで行くわけです。で、大体俺の場合は、まあホイールのね向きにもよるんだけど、12時からずっと左回り、まあ右回りでもいいと思うんだけど、なんかこういう感じでやっちゃうことが多いです。で、どっから始めたか分かんないと無駄に掃除しちゃうでしょ。まあ回しちゃうことも多いんだけど、本当はね、こうやって多分ね、真ん中12時の方から半分半分やった方がいいと思う。で、さっきなんかはね、もう一周回しちゃったけどね、なんかさ、神経質になりすぎても、あのオフロード動画の時にさ、オスさんの言葉じゃないけど、耳っちいっていうか、なんかみっともないっていうかさ、自分も多分そういうのを気にしてると貧乏症になっちゃったり、そういう運気を呼んじゃう人間に絶対なっちゃうんだよね。そういうのってね、あるんだよ、意識の問題って。だからね、まあ傷ついたらね、まあいいやみたいな。で、働いて別にもう一回買えないような金額じゃねえものとかは、まあ雑に扱うってことはないよ。
大切には扱ったり大切に愛着をかけたりはするんだけれども、そんなにさね、これこそが家宝ですみたいな感じで大切にしてると、なんかね、そこ止まりの人間になっちゃうじゃん。ということで BBS 程度なんてまたね、みんな一生かけて稼ぐ金からすれば安いもんじゃん、こんなんね、楽しまなきゃっていう感じで言っていますが、とっても気にしています。ちょっと帰っただけでああみたいなね、まあ全体のバランスを考えてたけど、よっしゃ。SUV さながらです。これだったらさ、タイヤハウスの中もすごい綺麗に洗いやすいでしょ。もうこれはね、捨てちゃってもいいようなね、もうボロい方のスポンジでもうだらっちゃ汚れがすごいついちゃってたんですよ。あとさ、ボディのこの脇の部分ね、こういうところもね、汚れてたりするんですよ。こういうところもさ、細いでしょ。でもこうやって洗うわけですよ、ね、こういうのがまた楽しかったりするわけ。一人でのんびりやるわけよ、こういうのね。ザ・無心ってやつだね、無心。タイヤとかもたまに洗っちゃうの、こうやってもう洗える部分だけ全部洗おうと思ったらさ、ほらちょっと前に進めないとさ、地面に設置してる部分洗えないでしょ。でもね、洗っちゃうわけ、こうやって。結構ね、ドロンコになってるとね、ジェット感とかじゃ全然落ちないんですよ、タイヤの表面とかも。たまにこうやってね、タイヤとかも洗ってあげると、後でタイヤワックスかけた時にすごい綺麗になったりするんだよね。やっぱ下地が命だからね、なんでもね。こんな感じでね、4本ともホイール、タイヤハウス、タイヤ洗ってきます。同じく600円使います。普通に洗車をするだけだったら、これでシャンプーをかけて、その後拭き上げして、まあ拭き上げの時に簡易コーティング剤をシュッシュ拭きかけて使うかなぐらいじゃないですか。だいたいね、手洗い洗車をする人でも600円から1200円ぐらいでこの洗車場はまあ綺麗に洗えます。とにかくね、ジェットの質がすごくいいんで、ここはおすすめの洗車場でもね。やっぱ夏はね、夕方ないし夜、特に夜中は人がすごい少ないんでね、そういう時間帯を狙っていくのがおすすめです。すごいな、八角見てよ、見えるかな、ちょっとカメラで。汚れがすごい。もうちょっとね、こした方が良かったわ。手洗い洗車してるとね、すすぎの最中にさ、やっぱりここ洗えてなかったとか、エンジンがまだ熱くてシャンプーが乾いちゃうと汚れになっちゃうんでね、あーやべえ固まっちゃったとかね、見つけやすいですよね。でもね、ほとんど問題なかった。よかったよかった。こっちも大丈夫かな。一応ボンネット全体やっとこうかなね。まあ、車のおでこなんでね、これね、おでこなんで、でこっぱちにしてやりましょうね、綺麗に。 OK、 もう大丈夫だろう。失敗失敗、もう一回が再開。先ほども説明したんですけども、最初2分やって5分間手洗い時間があって、そして2分でまたジェットが復活すると。でこの間にね、僕はね、手洗いさっきやったんで車高を下げます。次はこいつですよ、スパシャンのアイアンバスター5最新版を使います。こいつね、なんかね、鉄粉を溶かす成分がちょっと強くなったらしいです。楽しみですね。でも塗装を傷つけない程度の強さって感じなんで、まあまあ安心かなって気がします。これをね、倍ぐらいにね、2倍ぐらいに薄めて、シュッ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 吹きかけて、まあ、ベルオアとか優しいのでね、まあ擦りつけない感じでなじませて、で時間を置いて洗い流す。ボトルにはね、水を先に入れてください。こっちのね、アイアンバスターを先に入れちゃうと泡立っちゃうみたいなんでね、最新版使ってみます。結構量は使います。だいたいね、鉄粉はね、デラインにつくことが多いんでね。あとはね、細かいところ、こういうね、タロットとかドアノブだったりとか、こういうところとかね、こういうところ、マークアームとか、詳しく知りたい人は過去のチャートリーゲートの選手動画見てください。今ね、ちょうど選手を半分ぐらいダクダクつけてみたんですよ。そうしたらね、100ミリリットルぐらいしか残ってないから、70ぐらいかな。
もしかしたらね、500、600ミリリットルぐらい合計で使った方がいいかもしれないですね。あとで馴染ませるんで伸びるんでね、エンブレム部分とかね、あとこういうグリルの際とかね、ヘッドライトはしないようにあんまり前とかね、鉄粉刺さるからね。そしてじゃじゃん、ホイールも鉄粉落とします。これね、前にも使ったんでね、洗車動画見てください。ホイールとかはね、結構鉄粉取るだけですっごい綺麗になるんで、結構強そう。理想を言えばね、柔らかいハケとかでね、なじませたりとかできれば一番いいなって感じなんですけども、まあ吹きかけるだけでも多分効果あると思うんで、こいつホイールにもやって全体の鉄粉を取ってみようと思います。さあ今回またスペシャルのマイクロベロが普通に水でね濡らして、ちょっとね、まあ、固くっていうか軽く絞る感じですかね。乾く前にねやんないといけないんでね、置くといってもなじませます。でもすでにね反応出てますね。ちょっと見てみますか。うわ、結構出てるじゃん。ほら、わかるかなこれ。ほら、うわー、すっごい。ちょっと早くなじませないと。ほら、これ出てるでしょ。こういう紫色の反応が出るんですね。これ鉄粉特有のパープルカラーです。ほら、だいぶ長いことやってなかったんでね、気持ちいいです。じゃじゃーん、ほら見てください。ほらね、これがね、ホイールの普段の輝きを気づかない程度に落としてるんですよ。見てください、ほら、こういうマーカーのところとか垂れてるでしょ。紫色に鉄粉がいっぱい刺さってました。もう大体ね、ボディ全体がもうすぐね反応してました。よかった、鉄粉取って。特にね、電車の近くをよく通る人とか、高速道路とか鉄っぽいなみたいな場所を走ってる人は必ず刺さってるんでね、季節の変わり目とかはね、特に梅雨明け、こういう時にねリフレッシュするのはいいんじゃないでしょうか。鉄粉を除去してね、この車の下地をちゃんときれいに整えて、それからコーティングをしたりとかしてね、夏の強い日差しからね、自分の愛車を守ってみたりしましょう。ほら、なじませたらこんなに出てきたよ。いいぞいいぞ、アイアンバスタースパシャンさん、パワーアップしてるじゃないですか。前より反応が早い感じがします。今ね、乾かないように水をかけたんですけども、この紫見てくださいよ。これだけね、シルバーのセルショーがアイアンまみれになっていたわけですよ。こう見るとさ、鉄粉ってあんまり普段わからないんですけど、絶対やった方がいいっていうのわかりません？で、この鉄粉を除去することによって、まあ、この後ね、水垢を取るなり、ワックスをかけるなりね、コーティングを自分で簡易的にもするなりね、輝きだったりとかノリだったりとか、耐久性、色ツヤ、全てにね、影響してきますから、自分の車がね、輝いてほしいな、そう思う人はね、必ず鉄粉除去してください。いろんなメーカーからいろんなアイテム出てるんでね、好きなのを選ぶといいと思います。今回はスパシャンのアイアンバスター5、案件じゃないです。よっしゃー、そそくさと流すぜー。これやるだけで本当に違うから、この後の輝きが。見てくださいよ、ね、鉄粉を除去しただけでめちゃめちゃボディがね輝くようになりました。本当にね、ボディのね色をね悪くしてるんでね、鉄粉っていうのは。もうこれでもね吹き上げちゃってもいいんですが、梅雨の時期が終わったんでね、だいぶ雨にも打たれたんで、ここでさらに水垢除去剤をぶっかけてみようと思います。じゃじゃーん、ウォータースポット除去剤。やり方的にはね、鉄粉除去剤とほぼ同じです。シュッシュッシュッシュして濡れたマイクロベロアでなじませて、少し時間を置いてから流すと、直射日光がそのまま当たる。ボンネット、ルーフ、
トランクなどね、そういうところですよね。雨が当たって日が当たってスポットになりやすい。皆さんもね、屋根スポットになっていることたくさんあると思うんですけども、サイドよりもね、そういうパネルの方がスポットつきやすいんでね、大体ね、そこを重点的にやって、横はねそんなに気にしなくてもいいかもしれないです。じゃあ行ってみます。そんなにね、完璧に取れるって商品はないんですね、あんまり。気休めとは言いませんけど、一番大事なのはウォータースポットがしっかりできちゃう前にちょこちょこやっておくことが大事だと思います。さあ、梅雨が明けたんでね、しっかりやっておこうと思います。見る限りね、ウォータースポットがしっかりできているような場所は僕の車の場合ないんですけど、あとはトランクをやって終わり。あとはね、自分の好きなプレスラインとかね、もう趣味的にやってください。なじませました。もうこんな感じでいいです。あ、乾かないようにしないと。はい、ウォータースポット除去剤なじませたんですが、ちょっとね時間を置きます。まあ5分ないし3分ぐらいかな。もしもねエンジンを切ったばっかでまだボンネットが熱い人とかはね、ちょっと注意してください。その間にねちょこちょこっとハケとかをね使って細かいとこを可愛がってやろうと思います。少しごとね、ハケでやりました。僕の場合はね、ちょっとモールが気になるんで、モールをね、やってみました。そんなにね、汚くはなってなかったんですけども、水垢とかね、あとは劣化とかでくすんできたりするじゃないですか。モール部分は可愛がってやりました。こういう感じで。ね、あと先週はね、このドアノブのところとかもここにメッキ部分があるんですね。そういうところとかも、ちょっと水垢を取ることによって、上からじゃないですか。まあちょっと綺麗になるかなと思ってやってみました。じゃあ水垢流しちゃいます。これもね、またジェットを使います。プラス600円、合計現在2400円です。お水だけで。鉄粉と水垢除去剤、その2つをやることによってね、もう前の古いコーティングとかもう意味のないものもね、だいぶ取れました。まあ完璧とまではいかないですよ。ですがね、かなりいい状態まで除去できたんじゃないでしょうか。とにかくさっきね、鉄粉真紫になったのは気持ちよかったですね。さあ、ここからどうしましょうか。さあ、ここでじゃーん、さらにさらにスパシャンもかけようと思います。白くなっちゃうんですけど問題ありません。水晶ではね100倍希釈なんですが、まあ、1リッターの水に対してこのキャップがねだいたい、まあ、こうだから2杯ぐらいでいいんですけど、ちょっと濃いめにやってみようと思います。50倍希釈ぐらい、アバウトな感じで。でスパシャンの場合はワンパネルで塗ったらすぐ水で流しちゃった方がいいです。でここ水道があるんですけどね、手洗い洗車できるような水道があるんですけど、水道にホースを突っ込んでバーって流したりとかするのは良くないんで、もうねバケツでそのままパーって流しちゃいます。ラフでもね全然効果あるんで、せっかく鉄粉も水垢も除去したんでね、スパシャンかけてその後また綺麗にしてみようと思います。まずはまたスパッシャン、まだまだ続く。
汲んで流すまでの時間のラグがあるんで、ちょっとヒデさんに手伝ってもらってます急遽。さっき鉄粉除去した後ののべーっと残ってる感じ、まあ浸水感っていうのかな、もう全然違うでしょ。もう大体全部で全部で、はい、大体、はい、大体、いやあ、いいですね。もう超いい、もう超いい。さあさあ、スパシャンを施工した後はもう間髪入れずに速攻吹き上げます。やっとスパシャン本来のパキッとしたね、輝きになるって感じですよね。これでやっと吹き上げスペースの方に移動します。本当にね、こういう空いてるコイン洗車場でしかできないことなんでね、皆さん本当くれぐれもね、注意してください。さあ、すげえいい状態になりました。ここでね、夏の日差し守りたいと思います。このスロンスプレー、またツヤがね一段階増すんで、夏の強い日差しを保護しながら光らせてみたいと思います。塗ったそばから速攻ギラギラになってきます。割と贅沢に吹きかけます。それを入念にしっかり拭き取る感じでやっています。よし、ではスロンスプレー成功終了。まあ今回はね、こんな感じでやってみました。梅雨シーズンが終わってね、これから夏の暑い日差し、そして、暑い気温にさらされるんでね、これでね、1ヶ月ないし1ヶ月半ぐらい、一夏超えるぐらいの、まあ、保護はできたんじゃないかなと思います。まあ、効果の早いスローを今回使ってみました。もうちょっと時間経ったらもっと輝きます。それと車内がね、今めっちゃ汚れてるんですよ。子供のお菓子の食べかすだったりとか、靴の汚れっていうんですか、そういうのめっちゃあるんでね、今度またね、単純な感じになるかもしれないんですが、車内の清掃動画とかも配信してみようと思います。作ってみようと思います。さあ、今回もタイヤワークスはプロスタッフの CC ウォーターゴールド、こいついきます。これがね、結構ね、安い割にはねっとりとね、いい感じに濡れてね、中持ちするんですよ。このね、スポンジの先っちょの方と真ん中の方とつけた方がいいですね。こういう感じ、3点ぐらいつけて、ダクダク塗りすぎてもよくないんですけど、ちょうどいい感じでべちょーって塗っちゃっていいと思います。うわ、綺麗じゃない。はい、ということで全工程が終了しました。ホイールコーティングの方はね、さっき話しかけてくれた視聴者さんの方に、まあ、ちょっとしか残ってなかったんでね、一回やったらもう多分終わりなんじゃないかなぐらいな感じだったんで、あげちゃいました。なのでホイールコーティングはね、また別の日にシューッと吹くなり、なんかね、ジオンの前にやったコーティングしっかりしたやつやってみようと思います。なので今日はこいつで終わり。仲間との洗車時間、本当に至福の時間です。大人になってからね、こういうことができるって本当に幸せなんですよね。まあ子供の頃はね、暇だ暇だと言われつつも、なんだかんだ忙しく、まあ無駄なこともしちゃうじゃないですか。ですが大人になるとね、シンプルな人生を送りながらもこういう時間を共有できる仲間がいる、最高ですよね。これで夏の D
照りつける太陽、ちょっとはね、保護できるんじゃないでしょうか。こうやってね、社会に紛れてればどんな車もね、なんてことない一台だったりするじゃないですか。まあまあ目立つ車はあったとしても、でもね、どんな車でもね、その人の人生には心だったりとか実用性だったりとか、どこかでね、価値を発揮してる、それがね、車なんですよね。いやー、この車本当にいい車だわ。最高。もう結構ね、走ってるんですよ。走行距離も YouTube を始めた時よりももう倍走ってますね。